チョコレート工場の秘密は1964年にロワルドダールが発表した自動小説続編にガラスのエレベーター宇宙に飛び出すがある外界から隔離された巨大なチョコレート工場がある大きな街の片隅で貧乏な暮らしを余儀なくされている少年チャーリーとその一家ある日チョコレート工場の工場主ウィリー・ウォンカが 自社のチョコレートの中にゴールデンチケットを5枚、封入して出荷、チケットを引き当てた子供を工場見学に招待すると発表する。そして、工場見学の日、チケットを引き当てたチャーリーら5人の少年少女と保護者の前で、チョコレート工場の門が開く。チョコレート工場の中に広がっていたのは、文化が作り上げた、奇想天外な世界だった。なお、続編。 ガラスのエレベーター宇宙に飛び出すと合わせると工場見学が行われたのは1973年2月1日だとわかる。本作の冒頭は彼らの紹介で始まっている。また、柳瀬直樹の翻訳版では名字がバケツになっている。バケット家の近くに立っているチョコレート工場の所属者、チャーリー以外に 工場見学をする資格をもらった子供たちで、両親と共に工場にやってくる。だが、ことごとく欲をかいて、ひどい目に遭う。チョコレート工場の秘密は、ゲーム、ラジオ、映像、舞台など様々な媒体で、派生作品が制作されている。英語圏では、ウィリー・ワンカ、または、ウィリー・ワンカ・ジュニアの題名で、子供向け演劇、または、 ミュージカルとして多く上演されており、楽曲の多くが1971年の映画版で使用されたものである。ありがとうございます。